この4日間、ありがとうございました、まあ、僕にとって全部が初めてのことだったので、まあ、何かと不安やいろいろありましたけども、まあ、実際やってみたらみんな仲良くて優しくしてもらったのでいろいろと勉強になりました、まあ、このことを生かして、まあ、近い県に帰っても、自分の店持った時にしっかりやってきて、また基礎がもし忘れた場合はまたここに戻ってきたいなと思えたので、またその時はお願いします。ありがとうございました。どうぞ。うどん学校を終えて、大変面白かったです。で、そうですね、やっぱり初めて麺を売ったので、それがすごく印象的でした。でまた仙台に戻っても、また事務所さんに伺って、今度は何だろうね、わかめを入れたりして作ってみたいと思います。ありがとうございました。はい、4日間うどん学校皆様にお世話になりありがとうございました。ここで学んだことを生かして、これから開業に向けて準備していきたいと思います。次はぜひ非常学研修の方を受けたいと思っておりますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。6日間の、うどんの学校を受けさせてもらって、まして、本当うどんのことは初心者だったんですけども、もっと分かりやすい、授業で優しい先生と、一緒に受けた生徒の方々もすごい優しい人たちで、すごい充実した日々でした。福岡に帰ってからももっと勉強してですね、良いお店を作れるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。